ンネル DMM 人事部熊谷です。中山美織です。川本です。中山と学ぶ就職活動。はいはい、はい、職種別残業時間ランキング。ほう、はいはい、残業時間の多い少ないについてちょっと熊谷さんに教えていただきましょう。はい、職種別ですね。しかも、はいはい、中山さん結構残業とかするんですか？やっぱり半年経って結構増えてきました。振られる仕事が増えてきたので、うんうん、まあ、終われなくなっちゃいました。なので頑張ります、自分の成長を。あ、なるほど。で、残業少なくしたい。で、その仕事が振られる、なんかボリュームが増えてきたってこと自体は別に嫌じゃないですか？嬉しいんですか？そうですね、できることが増えますし、うんうん、面白い、その研究系なんですけど、そういうできることが増えて、はい、扱える機器とか、あと試薬とかなんかいろいろ増えてくるので、うんうん、自分のためになってるなと思って楽しいです。はい、ありがとうございます。いいことですね、でもね。で、まあ、今回ですね、こういった内容のテーマ、鴨本さん基本的にあまり興味ないかなと思いますが、はい、ちなみにどのあたりの職種業種が残業そうなイメージですか、鴨本さんの中だと。ああ、コンサル。ああ、はい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 。あと一般世間だと IT 系も結構残業時間、労働時間長めみたいな。そうですね、多いですね。まあ、エンジニアとか、はい、多いんじゃないですかね。なんかモンスター、レッドブル並べて深夜にプログラム書いてるみたいなイメージですよね。はい、で、昨今ですね、やっぱりこう働き方改革とかの影響で、まあ、その仕事の効率化とか、まあ、生産性みたいなところがこうだいぶ注目されるようになってきたんですけれども、ちょっとその残業時間の職種別というところでデータまとめてますので、こちらご覧ください。はい、でこちらソースとしてはですね、1万5000人からアンケートを取ったデータを参考にしていますと。で、この1万5000人の方の平均残業時間ですね、月間の、これが 24.9 時間と。で、こうしてみると結構多い少ない明暗分かれるなというふうには思っておりまして、少ない方でいくと1位が美容関連ですね、2位が営業事務アシスタント、まあ、いわゆる事務職ですかね。で、3位が生産製造プロセス開発各医療系、多分技術系の職種に近い方々ですかね。大きいメーカーとかが多いのかなと。逆に多い職種でいくと1位が設備施工管理、2位が建築施工管理、なんか施工管理多いんですね。はい、で、3位が食品消費財メーカー。なんか3位意外ですね。食品とか消費財系メーカーなんかまったりそこそこの給与でなんか人気みたいなイメージでしたけどね。このあたりご覧になって鴨本さんいかがですか？まあ、なんか、まあ、少ない方からいくと美容とか多分ほぼ女性だから、うん、はいはいはい、女性って残業したがらないから、うん、上司からずっとみんな残業したがらないみたいな、はいはいはい、上司によるじゃないですか結局、うん、そうですね。で、まあ、アシスタントとか営業事務はなんかもう OL のなんか残業しないが取り柄ぐらいな職種だと思うんで、多い方でいくと、うん、まあ、要はなんだろうな、現場監督とか現場仕事っていうんですかね、はい、うんうん、でもなんか普通にこれ見て41時間って少なくねって思っちゃいますね。差したる長さじゃないですね、確かに、うん、だってまあ、1ヶ月22営業日だったとして、はい、まあ、平均して 1.、まあ、2時間弱なわけじゃないですか、はい、ってことは9時から6時まで働くっていうのが、うん、まあ、一般的だったとしたらプラス2時間ってことですよ ね、はい、毎日8時前には帰れるってことですよ、長さ。そうですね、でもまあ6時までなのか8時までなのかの違いで、うん、もっと働けようと思いますよね。うん、そうですね、うん、なんか別に9時8時はみたいな感じですけどね。僕も会社員時代とか特に1社目の若手の時って、はい、早く帰ったらなんかもったいない気がしちゃって、うん、残業代がなかったんですけど、そこは、はいはいはい、残業とかそういう概念ない会社だったんで、うん、だけど、まあ、みなし残業っていうのは、まあ、ちょっとそれよくわかんないんですけど、はい、残業しても別にお給料変わらないんで、うんうんうん、家帰ってもだってやることってテレビ見て飯食って、うん、もうやることないから、はい、その時間無駄って思って、うんうん、でもなんか会社にいてなんかいろいろ売り上げ上げるためにやってる方が楽しかったんで、うんうん、いつも10時11時とか
まで、はいはい、なんかやることなくても会社に行っちゃいましたね。うん、そんぐらいのマインドになるといいよみんな。そうですね。いやいや6時まで仕事するのか、なんか楽しく充実感を持って8時まで働くのかだったら、まあ、後者の方がいいと思うんで、まあ、単純に、ね、時間だけでちょっと推し量ることはできないかもしれないですけど、うん、まあ、売上上げる系の仕事なのか、はい、あの管理系だったりとかに、ね、ちょっと違うと思いますけど ね、 そうですね、売上上げる系の仕事だととにかく売上上がることが一番の幸せだから、うん、そうすると売上上げるためにあのなんだろうな、日曜出勤したら絶対売上超上がるってなったら喜んで出勤する営業マンって多いと思うんですよ、はい、それが成果だったり給料につながるから、うん、けどなんかプロジェクトでこう推進するためのエンジニアとかが日曜出勤はすげえ嫌っすよね、はい、うん、そうですね、その違いあると思います、うんうん、あとはまあ、もちろんこのデータだけだと何とも言えないですけど、うん、要はサービス業とかその、はい、砂漠系の業務というか はいはいはい、はその日のオペレーションが終わったら仕事は基本的に終了なんですね、うん、だけど管理系って要は納期が決まって、はい、納期を間に合わせなきゃいけないってなると人間大体遅れるんで、うん、そうするとつじつまを合わせるためというかなんかこうねやりくりするためにはそうです、ね、時間外労働というか、うん、夏休みの宿題をちゃんとしっかり毎日コツコツできる人種がに、ね、日本にどれだけいるのかっていう話なんで、はい、まうん、それが納期の直前にギリになっちゃう人は、うん、結局仕事も全部そうなるんですね、うんうんうん、それが現れてるんじゃないですかね。そういうことですね、うん、まあ、でも残業っていう概念は、ね、まあ、なくなっていくでしょうね、うん、そんな感じですかね、はいはい、じゃあ結論としてはあの残業っていう概念を捨てましょう。個人的な意見で締めていいですか。大丈夫です、はい、残業残業言ってるやつはクソくらいと、はい、そんな感じで本田さんありがとうございました。ありがとうございました。